皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。医学療法士の小峰武明です。今日はですね、パーソナルトレーニングの合間に少しだけ時間があったので、簡単に紹介できる猫背改善につながって、かつ仕事の効率も高められる、そんなでテクニックをですね紹介したいと思います。皆さんはポモドーロテクニックというのをご存知でしょうか。これはですね、1セットを25分の全集中、集中した時間と5分間の休憩というのをセットにして、これを繰り返して行っていくことで仕事効率を高めていこうというふうなテクニックの一つなんですね。これはイタリアのコンサルタントフランチェスコ・シリロさんが提唱した方法なんですけれども、その他にもですね、ダイゴさんなんかもこの方法を実践していたりというふうな形で、非常にですね、いろんな方が自分の仕事効率を高める上で使っている方法だったりもするので、ぜひ皆さんね、これをですね詳しく知っていただいて実践していく中でですね、この方法が合うなというふうに思えばですね、ぜひ仕事の効率化の方法としても取り入れていただきたいですし、このエッセンスをですね、少し猫背改善にも役立てていただければなというふうに思っております。このチャンネルで以前パーキンソンの法則というのを紹介させてもらったことがあるんですけども、人間というのは持っている資源を使い果たしてしまうよというふうな法則になっているんですね。なのでしっかりとポモドーロテクニックのように25分というふうに区切りをつけることによって、そこをしっかりと目標設定を持って集中して仕事に臨むことができるというところで、仕事の効率化を図れますよというふうな方法になっています。そして人間の集中というのはものすごく長く続くわけではないので、こういった少し短いスパンに区切ってやっていくことで、しっかりと集中したゾーンで何度も何度も仕事をしていくことができるので、この辺も効率化を高めていくために必要な要素というふうになっています。そして仕事中に SNS の通知だったり LINE がポコンって上がってきたりすることによって、ちょっとせっかく集中していたのに気が逸れてしまったっていう経験もねあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、もうこの25分間というのはできるだけ外界からの情報というのをシャットアウトしてですね、そこにもう集中する。そして次に訪れる5分間の休憩の中で、例えば LINE だったり SNS を見てもらうというふうな時間にしても OK ですし、この5分間というのはどのように過ごしてもらっても大丈夫ですよというふうに言われています。このポモドーロテクニックの詳しいやり方っていうのが、ちゃんとした正しい方法というのは別のところでいろいろと紹介されていたり、本も出ていたりするので、詳しくはですねそちらを参照していただければいいかなというふうに思うんですけれども、今日お伝えしたいのはですね、このポモドーロテクニックをすることでなぜ猫背改善だったり予防にいいのかというところの視点でお話をさせていただきます。大体ですね、皆さんが作業活動するときっていうのは座っていることっていうのがすごく多いんじゃないかなというふうに思います。最近はスタンドアップ、立ち上がった状態でパソコン作業をするとかっていう会社も出てきてはいますけれども、やはりまだまだ座った状態で仕事をしているっていうことがすごく多いんじゃないかなというふうに思います。座っている姿勢が長くなると、実は猫背になりやすい環境下に実は置かれていることになるんですね。座っている姿勢というのは、骨盤が後ろに倒れやすく、背中が丸まりやすい、そして巻き肩の状態でこう作業するっていうことが非常に多いので、作業時間が長くなることによって猫背になるリスクというのがどん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 高められていってしまうので、そういったものを回避していく必要があります。そこで重要になるのがこの5分間の過ごし方なんですね。この5分間の中に一度立ち上がって胸を開いたり深呼吸をしてみたり、あとはバンザイの運動とか少し体を伸ばすようなストレッチ等を入れていくことで、体の姿勢リセットの時間に使うことができるんですね。はい、それによって体の緊張というのもほぐれていって、さらに次の25分の仕事効率を高められるので、このポモドーロテクニックの5分間の過ごし方の中にですね、このチャンネルでも紹介している 1,2 分でできるですねストレッチのエクササイズとかを実施していただくことでですね、仕事効率も高められ、そして悪い姿勢ですね、猫背の改善だったりとか巻き肩の改善といったところにもアプローチすることができるので、ぜひダラダラと仕事するのではなくて、時間をカチッと決めて、そして休憩時間を設けることで猫背予防改善というのをしていっていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを
そして引き続きですね、猫背に特化した健康情報を配信していきますので、下の猫ちゃんマークからですねチャンネル登録をしていただければと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。